まあさあ、こっちからやると思いますはい、ありがとうございました。さあ、これ次最後の、さあ、それでは最後の、チーム部門ですね。チームの皆さんっていうか、二人なんですけど、はい、ご紹介しましょう。石原大吾さん。石原大サーカスって言ってるんですけども、監督岩倉レイさんですさあ、ちょっとこれ石原大サーカスさんの方からね、ちょっとこれちょっと指示が我々に出てますので、これちょっと全部準備ができ次第読んで同時に始めてもらいましょうか。そうだね、言ってくださいはい、それではもうちょっと準備を確認しますね。じゃあアナウンスをお願いします。さあ、ジャッジレディー、ミュージックレディー、 OK? ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、カブ君ちょっと打ち合わせがございます。少々お待ちください。なんで MC と打ち合わせしてるチームですね。まあ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 、さあ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 、 OK です。 OK、 はい、それでは、開始していきたいと思います。2012ジャパンナショナルヨーヨーコンテストチーム部門、石原大サーカスの皆さんです。冬の衝撃公開から早半年、チームヨーヨージャム岩倉レイ監修、チームヨーヨーレクリエーション石原秀康主演の問題作が千葉に襲来。シドロボドロ、ガリガリ君等の最新トリックをふんだんに取り入れた彼らの演技は果たして審査員を怒らせずやり通すことができるのだろうか。制作を 大幅に上回る総制作期間5時間半を費やした超大作が関東初上陸。本日この JN で2人による超スペクタクルショーをご覧に入れよう。
以上で、進行、終了なんです。